その松本さんですが、実はもうすぐソロアルバム、新しいアルバムが発売になります。そうなんですね、はい、4月の30日ニューホライゾン、はい、というアルバムなんですが、はい、もうソロアルバムでグラミー賞を取られて、そうですね、もう、3年ぐらい前かな。そうですよね、うん、それから2年ぶりのアルバムとなりますけれども、うん、はい、まずちょっと遡るんですが、そのグラミー賞、はい、2011年に取られましたけれども、はい、このギタリストのラリー・カールトンさんとの共作でしたが、はいはい、まあ、ポップインストルメンタルアルバム賞ということで、これはラリーさんからの、うん、オファーだったという。そうなんですね、もともとはラリーさんの方から、ラリーさんって結構親日家で、はい、で日本にもファンがたくさんいらっしゃるんで、なんか日本のファンのために何かやりたいなっていうふうに思われてたらしいんですね。その時に僕のラリーさんもギブソンっていうアメリカのギターメーカーを、はい、エンドスしてるので、はい、でギブソンの紹介で日本にこういうタック松本っていうのがいるよっていうことが始まりだったらしいです。そうなんだ、はい、それで、日本を代表するギタリストと一緒にやろうということに、はい、それでやっぱり世界でこの音色が響いたわけですが、その後は何か環境の変化やまた海外からのこう感想が届いたりとか、ビーズとしても、はい、このラリーさんとやる以前からほとんどレコーディングを、今でもそうなんですけども、うん、ロサンゼルスでやることが多くて、やっぱりこう通ったりしてしてミュージシャンと交流続けていくといろいろ幅が広がっていって人脈も広がりますよね、だからとっても楽しいです。そうなんですね、このニューアルバムニューホライゾンも、はい、LA で全部 LA ですね、はい、もう撮る場所というかスタジオがあったりするんですか。そうですね、はい、向こうに松本さんのスタジオ、僕のというかビーズとしての、はい、だからビーズもそこで撮るし、はい、稲葉くんのソロもそこで撮ったりもするし、はい、贅沢とか言って、はい、LA で撮るっていうのはやっぱり向こうの方がゆっくり環境が整ってますか。もともとね、最初は、LA のいろんなスタジオを借りてやってて、その海外レコーディングって最初は憧れるじゃないですか、僕らも皆さんと同じようにそういう、憧れの一つとして始めたんだと思うんですけども、はい、なんか妙に水に合うというか、はい、で人脈もできたし、はい、それでスタジオも持つにいたり、だからもう今も何年もずっとそこでやってますね。そうですか、はい、でもやっぱりLA に私はそんなに長い間滞在したことないんですけど、時間の流れが全然違いますよね。そうですかね、やっぱり日本にいるよりは割とそのものづくりに専念できるんで、いいですね。そうですね、はい、